日本電信電話、日本電信電話株式会社、日本電信電話は、日本の通信事業最大手である NTT グループの持株会社。持株会社としてグループ会社を統括するほか、グループの企画開発部門の一部を社内に要し、規模的にも、技術的にも、世界屈指の研究所を保有する。トピックスコア30の構成銘柄の一つ。 国際電気通信連合のセクターメンバー。特別法、日本電信電話株式会社等に関する法律、通称 NTT 法による特殊会社で、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社がそれぞれ発行する株式の総数を保有し、これらの株式会社による適切かつ安定的な電気、通信益務の提供の確保を図ること並びに、 電気通信の基盤となる電気通信技術に関する研究を行うことを目的とする株式会社第1条と定められている。同法の規定により日本国政府が発行済み株式総数の3分の1以上に当たる株式を保有している。本校では持ち株会社である日本電信電話株式会社単独の事項に加えて NTT グループの概要を述べる。 日本電信電話公社の事業を継承し、電話回線の維持などの義務を背負っている。主な事業は大きく分けて、地域通信事業、固定電話やフレッツ校等のインターネット事業、NTT 東日本、NTT 西日本、長距離国際通信事業、国際通信や、県間通信事業、プロバイダ等、NTT コミュニケーションズ等、移動体通信事業、 携帯電話、NTT ドコモ、データ通信事業、銀行等のデータ通信システム作成の事業、NTT データの4つがある。当時は固定電話による収益に依存していた同社で、あるが、現在は、営業利益の7割が、移動体通信事業、携帯話に依存している状況である。各事業の詳細については、主なグループ企業を、参照。第二次オイルショックにより、 1981年、昭和56年3月に、鈴木内閣は、日本経済団体連合会、経団連の名誉会長、土孔敏夫会長とし増税なき財政再建を、スローガンとし、第二次臨時行政調査会が発させた。第二次臨庁の答申事項の一つとし、政府公社の民営化が含まれていた。この答申を受け、中曽根内閣の民活路線のもと、 参考社、日本電信電話公社、日本船売公社現日本タバコ産業、日本国有鉄道弦、JR 各社の民営化が論議されていった。1984年、昭和59年7月17日、内閣にて、日本電信電話株式会社法案、電気通信事業法案及び、日本電信電話、株式会社法及び電気通信事業法の施行に、 伴う関係法律の整備等に関する法律案、伝電改革三法案が審議され、施行期日は、1985年、昭和60年4月1日とされた。その後、数度の審議を経て1984年、昭和59年12月20日伝電改革三法案が、衆参両議院にて可決され、日本電信電話、公社の民営化が決定された。 日本電信電話株式会社法、電気通信事業法案及び日本電信電話株式会社電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の概要については次の通りであった。1985年昭和60年4月1日の日本電信電話株式会社法の施行により日本電信電話が発足した。 発行済み株式総数は1、560万株、資本金7、800億円、額面5万円で、持ち株比率は、大倉大臣100%であった。政府が所有していた株式が、株式公開されることとなった。これに伴い、1987年、昭和62年2月9日に日本電信電話は、証券コード9432が割り当てられ、 東京証券取引所、大阪証券取引所、名古屋証券取引所、第一部に上場した。1987年、昭和62年2月9日に、政府保有株式186万株が放出されたが、上場初日に買い注文が多いため、値付けができず、翌2月10日に、政府はさらに10万株を放出することとし、160万円が、 初値となった。その2ヶ月後の1987年、昭和62年4月22日には、史上最高値の318万円まで株価が高騰した。その後、同年7月に、株式市場全体の暴落により、同社の株式も225万円まで下落した後、乱高下を繰り返し、同年秋には、株価300万までに回復した。 この動向を見守っていたオ倉省現、財務省は、1987年、昭和62年11月に、政府は保有株式195万株の第2回売り出しを行い、この時は255万円の値がついた。さらに、1988年、昭和63年10月に、政府は保有株式150万株の 第3回売り出しを行い株価は190万円となった。政府はこの計3回で540万株の保有株式の売り出しを行い売却代金10兆2000億円が国庫に入ることになった。日本電信電話も株式受給の悪化の株価低迷に対する信頼性回復のために1990年平成2年10月自民党 電気通信問題調査会政策省委員会に外国人の株式所有解禁政府保有株式の買い入れによる焼却等を要望した。また郵政省は電気通信審議会の答申も受け外国人の株式所有を議決権の20%未満まで解禁する外国人の役員就任を禁じる等を含む日本電信電話株式会社法等の一部を改正する。 法律を1992年、平成4年5月に成立させ、1992年、平成4年8月1日施行となった。日本電信電話は、この改正による外資規制の緩和に基づき、1994年、平成6年9月29日には、ニューヨーク証券取引所へ、同年10月12日には、ロンドン証券取引所に上場した。 1985年、昭和60年4月11日に日本電信電話の最初の子会社である NTT リース株式会社が設立された。日本電信電話の民営化と同時に NTT リースを子会社として設立した背景には電気通信事業法により電話機等の通信端末の自由化が可能となったことから日本電信電話も 通信機器の売り切りを開始することが可能となり、販売商品方法として、カップ販売やリース販売に対応する必要があったためである。日本電信電話公社時代は、日本電信電話公社法の下で、法的制約が厳しく、事業運営上、必要最小限の範囲で、委託会社への出資しか認められていなかった。日本電信電話は、 民営化により電気通信事業の自由化に伴う新規参入業者との競争に対抗できるように組織のスリム化の推進を進めるとともに事業の多角化と事業領域の拡大を目指し新たな分野への参入を図ることとした日本電信電話グループ企業は事業領域の拡大を目指した新規事業会社従来より事業部として事業を分離した企業 同社が保有していた専門機能を集約、特化して分社化する企業さん形態に分類される。この戦略の一つとして、一九八八年、昭和六十三年五月二十三日に事業分離型企業としてソフトウェア開発の株式会社 NTT データが分社化された。このような動向については、民営化後もその事業範囲の広大さと経済への。 影響力の大きさから、米国の圧力により国鉄分割、JR7 社のような地域分割論が紛失し、政治問題化したため、日本電信電話は、地域分割を回避すべく、子会社化することで分割を交わしてきたとする見方もある。日本電信電話株式会社法の不足で、会社の成立の日から5年以内に、 同社設立後の諸事情の変化等を勘案して、会社のあり方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすことを定めていた。1989年、平成元年10月、電気通信審議会は、今後の通信産業のあり方にに関する答申を提出した。答申では、現行の組織形態での改善にはおのずと限界がある。 電気通信市場のさらなる競争、経営効率化等の観点から、組織の再編成が検討されるべきだと指摘し、具体案と試算案が提示された。この中間答申について、日本電信電話は、反対、厚生取引委員会、日本経済団体連合会、電気通信産業連盟等が、時期焦燥という結論を公表。 郵政省や新電電各社が支持の姿勢を打ち出した。このような状況の下、と、1990年平成2年3月電気通信審議会は最終答申とし、日本電信電話株式会社法不足第2条に基づき講ずるべき措置、方策等のあり方、公正有効競争の創出と技術革新を郵政大臣に提出した。最終答申では、 再編については、市内市外分離で、市内全国一社方式に絞り込み、実施時期を1995年度、平成7年度を目途にするとした。また、移動対通信業務を同社から分離した上で完全民営化するとし、一両年内に、速やかに実施するよう提言するものであった。郵政省は、電気通信審議会最終答申に提示された、市内。 市街分離案の実現に向け調整を図ったが、投申後、株主の不安を招いて、同社株の株価が低迷し、大倉省も株主、国民の利益が保障されなければ、分離分割を承服できないと強く反発の意を表明した。最終的に自民党は当面分割は実施しないこととし、公正有効競争の促進等の措置の実施状況を踏まえた上で、 必要と認められる場合には1995年度、平成7年度において再度検討を行い結論を得るとの方針を決定した。1995年、平成7年4月政府方針によって5年間後に再検討とされた経営形態に関する議論が郵政大臣による電気通信審議会への諮問によって開始された。電気通信審議会は諮問を受けて NTT のあり方に関する特別部会を設け、検討を開始した。同年7月に、行政改革委員会の規制緩和省委員会が40項目について、規制緩和に関する論点を公開した。まず、新事業者がサービスを提供するためには、競争相手でもある日本電信電話の地域通信網に依存せざるを得ない市場構造になっており、 それに起因する公正競争上の問題が発生していると指した。また、電話料金の低廉化のためには、日本電信電話の地域網の効率化が不可欠であるものとした。1995年、平成7年12月、規制緩和省委員会は、光り輝く国を目指してと題した、規制緩和最終報告をまとめ、情報通信分野に関しては、 構造改革の大きな柱として、電気通信事業の規制緩和と日本電信電話のあり方を挙げたが、その最終判断は、電気通信審議会へと委ねるとした。1996年、平成8年2月に、電気通信審議会は、日本電信電話、株式会社のあり方について、情報通信産業のダイナミズムの創出に向けて、取る答申を提出し、 1998年、平成10年を目途に、日本電信電話を、長距離通信会社と2社の地域通信会社に、再編成するとの提言を公表した。政府は、この電気通信審議会の答申を受けて、1996年、平成8年3月に、自民党、社民党、先駆けの連立与党3党による、NTT の経営形態に関する、 ワーキングチームを設置して検討したが、連立与党内にも、基本的には、電気通信審議会答申を尊重すべきとする、意見と分離、分割に反対する意見の対立があり、意見調整がつかず、結論を次の通常国会まで先送りすることとした。1996年、平成8年12月6日、郵政省は、純粋持ち株会社のもとに長距離通信会社一社と、 地域通信会社2社に再編成するという内容としてまとめた NTT の再編成についての方針を発表した。持ち株会社に関する関連法案の改正や事業譲渡益課税の特例等のこの発表と関連する事項について合わせて検討が行われ、第140回通常国会に独占禁止法改正法案が提出され、1997年平成9年6月に 独占禁止法改正法が成立した。この成立により、日本電信電話株の再編成の前提条件である純粋持ち株会社の解禁が確定した。1997年、平成9年6月に、日本電信電話、株式会社法の一部を改正する法律が成立し、日本電信電話の再編成が決定した。この改正法では、持ち株会社と、 地域会社2社は特殊会社となり、長距離会社は完全な民間会社とされた。持ち株会社としての日本電信電話の目的は、地域会社が発行する株式の総数を保有し、地域会社による適切かつ安定的な電気、通信益務の提供の確保と、電気通信の基盤となる電気通信技術に関する件を行うとした。持ち株会社の取締役や、 監査役の選任、解任の決議は、郵政大臣の認可を必要とするとされた。地域会社は、地域電気通信事業、同一都道府県の区域内における電気通信業務を経営することを目的とするとし、東日本電信電話株式会社、NTT 東日本、西日本電信電話株式会社、NTT 西日本、それぞれの業務区域を定めた。 地域会社は特殊法人としての政府規制が残るが役員の選任、解任、利益処分について郵政省の認可が不要とされた。1999年平成11年1月日本電信電話は再編成後の組織づくりのため持ち株会社移行本部、東日本会社移行本部、西日本会社移行本部、長距離国際会社移行本部の4移行本部に 開祖した。1999年、平成11年7月1日、地域会社として東日本電信電話、株式会社、NTT 東日本、西日本電信電話株式会社、NTT 西日本、長距離会社として、NTT コミュニケーションズ株式会社、NTT コミュニケーションズが設立された。日本電信電話は、すでに分社化された NTT データ。 1988年設立と NTT ドコモ、1992年設立等をグループ会社とする持ち株会社となった。現在 NTT という故障は NTT 東日本、NTT 西日本、NTT コミュニケーションズを統合する固定通信事業を固定電話やブロードバンドサービス等分割前の日本電信電話自身が行っていた。 電気通信量を指すことが多い。日本電信電話株式会社等に関する法律 NTT 法第3条により会社及び地域会社はそれぞれその事業を営むに到達では常に経営が適正かつ効率的に行われるように範囲し国民生活に不可欠な電話の役務のあまねく日本全国における適切 公平かつ安定的な提供の確保に寄与するとともに、今後の社会経済の進展に果たすべき、電気通信の役割の重要性に鑑み、電気通信技術に関する研究の推進及び、その成果の普及を通じて我が国の電気通信の総意、ある工場発展に寄与し、もつて、公共の福祉の増進に資するよう努めなければならない、とされているが、具体的かつ、個別、 直接的な義務は負っていない。ただし、電気通信事業法第7条及び同志法規則、第14条、第40条により、NTT 東日本と NTT 西日本は、基礎的電気通信駅務、固定電話、公衆電話、Q 通法、いわゆるユニバーサルサービス折り等を含めたすべての市町村を対象に提供する義務を負っている。NTT 法、 第2条第4項により、県境を越える通信サービスを開始する場合は、総務省の認可が要であったが、2011年、平成23年の同法改正により、事前届出制に変更された。現在も、基礎研究を手掛ける研究部門は分割されず、持ち株会社内部に残っている。持ち株会社の事務部門は、基本的には、 子会社からの出向という形をとっているが、研究職は持ち株会社が独自に採用している。また、独自に研究セクションを設けた子会社もある。再編成にあたって、日本電信電話、株式会社法による規制の有無と業態により、グループ会社を第一類が第四類に分類し、事業、サービスの整理、統合を進めている。なお、第一分類は、 規制会社で NTT 東日本、NTT 西日本が、第2分類は競争会社で NTT コミュニケーションズ、NTT データ、NTT ドコモ、第3分類は経営資源活用会社で NTT コムウェア、NTT ファシリティーズ等が、第4分類は新事業開拓会社で NTT ファイナンス、NTT 都市開発等が該当する。 NTT グループのうち以下の企業は災害対策基本法で内閣総理大臣の指定を受けており災害発生時に他の指定公共機関相互の通信を確保する義務を負っているライバル企業の KDDI も一社で蒸気サービスや携帯電話サービスを行っていることから同法に基づく指定を受けている急停心病院を引き継ぎ運営を実施している 企業立病院であるが、NTT グループ関係者以外も利用が可能である。NTT 東日本が運営する医療機関としては、以下の3病院がある。NTT 西日本においても、同様に以下の3病院が運営されている。なお、以下の病院は、運営が NTT から、他法人に移管された。シンボルロゴは、ダイナミックループと呼ばれる。 NTT 誕生の際、グラフィックデザイナー亀倉優作が、CI デザイン会社パオスから発注を受けて、制作担当、17世紀に数式化された、トロコイド曲線の中の無限運動閉曲線をもとに、デザインされた。NTT は、インターネットドメイン名として、JPCCTLD の運用初期から、NTT.JP を有していた。JPNIC が、 セカンドレベルドメインを導入した際、NTT はドメイン名が広く認知されていることを理由に特別に NTT.jp の継続使用を許されていたが、後に CO.jp ドメインへと移行した。高エネルギー物理学研究所、KEK、e、当時 KEK.jp を保持にも同様の措置がなされたが、こちらはセカンドレベルドメイン導入後、 汎用 JP ドメインが誕生するまでの間も、kek.jp を使い続けていた。CM のアイキャッチにおいて、シンボルロゴの上に、キャッチフレーズが添えられていた。1990年代、平成2年、平成11年前半の、パソコン通信の前世紀、キーボードの、N、T、T に刻印された、金文字から、ニフティサーブ等のパソコン通信のコミュニティを中心に、 言語的に、ミカカとも呼ばれ、パソコン通信やインターネットのダイヤルアップ接続にかかる高額な電話料金は、ミカカイと表現することも多かった。詳細は、ミカカの公算書。米国会計基準による、各年度業績、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。